こんなコラボは日本でしかありえない。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。日本の代表的な伝統文化である着物、現在の日本ではお正月や成人式、結婚式など特別な行事などで着物姿の人を見かけることもありますが、普段着物を着て歩くという人は珍しくなってしまいました。しかし海外では着物の独特な柄、色彩に魅力を感じる人が多く、着物として多くの人に親しまれています。さらに着物でコスプレを楽しんだり、和装品のコレクションをする外国人や日本の若年層も見かけるようになり、再びブームの兆しが見られるようになってきました。今回ご紹介するのは、仕事の都合で日本へ来たキリスト教徒女性がある一枚の着物画像を見て宗教観が崩壊してしまったエピソード。クリスチャンである彼女は日本の着物には興味がない女性でした。そんな彼女は日本で一体何に出会い、何に心を揺さぶられたのでしょうか。早速見ていきましょう。キリスト教徒が日本の着物を見て驚愕。私はサラ、仕事の都合で日本に来ているイギリス人よ。学生の頃3ヶ月の留学経験があったから、日本へ来ることに不安はなかったわ。当時は友人と夜中まで遊んだり、カラオケやプリクラが楽しくて日本が大好きになったの。それにどの店へ行っても料理が美味しいし、何よりも安全な国でとても過ごしやすい国だと思っていたから、また仕事で日本へ来ることになってとても嬉しかったわ。それでも最初は日常会話の日本語しかできなかったし、毎日辞書を引いたりネットの翻訳に頼りながら仕事をしていたわ。結構大変だったけれど、日本で大好きな友人もできて、仕事での大切な人間関係をたくさん築くことができた。その反面、保守的な考えの日本人女性が多いことにびっくりしたことも事実。ある日、職場の友人のナナミが、私ずっと恋人ができないから将来が心配だわ、とため息まじりに話していた時があったの。私はなぜ恋人ができなかったら将来が心配なの？と聞くと、だって恋人ができないんじゃ結婚できないかもしれないじゃない？そうなったら母親になれないかも。そんなことで悩んでいる彼女の言葉に驚いたわ。だって私は結婚することが人生のゴールではないと思っていたから。だから彼女に、別に結婚できなくても仕事や趣味があるからいいのでは？と伝えたわ。でも彼女は納得いかないような顔をしてこう言ったの。サラはキャリアがあるからそんなことが言えるのよ。私は結婚して家庭を持って子育てがしたい。それだけでいいの。その後、日本でいろいろな女性と将来の話をしたけれど、仕事はずっと続けていくかもしれない、だけど人生のゴールは結婚をして母親になること、という女性が多かった。当時は不思議に思っていたけど、日本で仕事をしていくうちに、日本はイギリスと違って母親になると仕事と家庭の両立がとても難しくなるということを痛感したわ。多くの家庭を持っている日本人女性は男性と同じように残業が多いけれど、ワンオペで家事や育児をこなす人がとても多いの。それに日本はイギリスと違って、産休や育休を取れたとしても自分のポジションが奪われたりするってことを聞いて驚いた。国によっては全然違う文化があることは分かっていたけれど、この時は日本の女性が気の毒に感じたわ。そんなナナミは今の日本では珍しく日常的に着物を着る人だった。お茶のお稽古のために着付けを習い始めたと言っていたけれど、
今ではちょっとしたお出かけの時に着る時もあるみたい。ななみとは時間が合えばランチに出かける仲だった。その日は私の要望で簡単にお茶体験ができる店へ連れて行ってもらう予定だった。私は普段着で浅草の待ち合わせ場所に向かったの。その時ななみはいつもと違う格好で現れたから驚いたわ。ななみは浴衣で私を待っていたの。その時は夏だったからね。白地に可愛いピンクの花があしらわれた浴衣だったわ。髪も綺麗にまとめてあって、すごくエレガントだったのよ。どう？今日のお茶に合わせて浴衣を着てみたの。と、ななみは微笑んだわ。私は驚きと興奮が収まらなかった。すごく似合っているわ。ちゃんとした着付けをして着物を着ている人を見るのは初めてよ。と言うと、ななみは不思議そうに言った。あら、イギリスでも着物を着る人がたくさん増えたって聞いたことがあるけど。私は少し苦笑いをした。確かに着物を着る人は増えたわ。でもどちらかというと自由に着物を楽しんでいるって感じね。ななみみたいにちゃんとした日本のルールで着こなしている人はほとんどいないわ。ななみは驚いていた。じゃあイギリスではどんな風に着物を楽しんでいるの？そうね、羽織を洋服の上にジャケットのように着てみたり、ストールのようにして洋服の上に巻き込んだりする人が多いわね。へえ、面白いわね。他にもどんな風に着こなしているのか興味があるわ。サラはイギリスにいた時、着物を着たことはあるの？実は着たことがないの。でもね、興味がないわけじゃないのよ。イギリスの大英博物館で葛飾北斎展をしていてね、そこで着物を着ている女性の絵がすごく綺麗だと思ったわ。へえ、イギリスでは葛飾北斎も人気なのね。そうなのよ、浮世絵はとても人気だからね。私はななみに19世紀後半に起きたジャポニズムのことについて話したわ。ジャポニズムは西洋で行われた万国博覧会をきっかけに起きた日本ブームで、輸送や通信技術の発展によって日本と西洋の交流が盛んになると、日本から陶磁器、調度品、浮世絵などが伝来したの。日本製品に触れ、多くの画家たちが日本をモチーフにした絵画を発表したことで、着物に魅せられる外国人も増えていったのよ。有名な画家だとモネやゴッホも着物を着た女性を描いていた。そこからジャポニズムの影響は一般の人にも広まって、普段着として着物を楽しんだり、日本の生活様式が浸透していったの。そう話していると、ななみは不思議な顔をして、じゃあサラは着物を着てみたい？ななみにそうストレートに言われてドキッとした。鮮やかな色合いで独特の風合いを持っている美しい着物、私だって着てみたいと思わないわけじゃない。ななみ、私はね、クリスチャンなの。そうだったんだ。だからいつも日曜日は予定が入っていたのね。だからね、キリスト教徒の自分が日本の着物を着てもいいのかしらって疑問に思っちゃって。ななみがなるほどという顔をしていた。その後、ななみとお茶体験をした。初めて体験することばかりだったので、すごく楽しかったわ。お抹茶はすごく苦そうと思ったけど、良質な抹茶は苦くないんですって。お店の抹茶の色は色が濃くてドロッとしていたけど、意外と飲みやすかったわ。お茶体験の後に抹茶アイスとわらび餅がトッピングされているジェラートを食べたの。プルプルのわらび餅と濃厚な抹茶アイスがマッチしていて絶品だったわ。日本ならではのスイーツを堪能できて本当に幸せ。その後、雷門や浅草寺、仲見世通りを散策できてとても充実した一日だった。だけど私の隣にいたななみの浴衣姿が可愛くて羨ましかった。
私だって本当は着物を着て日本の体験をして日本の街を歩いてみたかった。浮かない顔をしていると、どうしたの？今日は楽しくなかった？とナナミが心配して話しかけてきてくれた。ううん、今日は付き合ってくれて本当に嬉しかったし楽しかったわ。でもちょっとナナミが羨ましかっただけなの。え？どういうこと？私はナナミに心の内を明かした。なるほどね。そっか。でもさ、キリスト教は着物を着ちゃいけないって決まりでもあるの？そう言われてぎくりとした。決まりなんてない。そんな決まりは知らないけど、礼拝堂で着物を着ている人なんて見かけたことがないわ。そうなの？でもクリスチャンでも普段は着物を着ている人もいるかもしれないわよ。ここは日本だもの。思い切って着てみてもいいんじゃない？そうナナミに言われて、この前の将来の話を思い出した。母親になりたいナナミに、結婚することが人生のゴールじゃないと言っていた私。これじゃあ、あの時と逆だわ。帰り際、ナナミが、もし着物を着てみたいと思ったら言ってね。私のお母さんは着物が好きで、お下がりをたくさん持っているから。一緒に着物を着て出かけられたら楽しそうよね。と言ってくれた。うんうん、すごくいいアイデアだわ。そうなったらどんなに楽しいことだろう。だけどやっぱりキリスト教徒だから、そんな言葉がずっと私の心の奥底に引っかかっていて、なかなか踏み出せないでいた。ある休日、礼拝に行った時のこと。日本の教会へ何度も通っているうちにクリスチャンの友達ができたの。彼女は日本人だけど、礼拝では一度も着物を着てる姿は見たことがない。ナナミの言葉を思い出して彼女に聞いてみた。ねえ、しおりは着物を着たことがあるの？しおりは当たり前じゃないみたいな顔をして言った。まあ、日本人だからね。七五三や成人式、友人の結婚式の披露宴に出席した時とか着るわよ。え、そうなんだ。しおりもクリスチャンだから洋服しか着ないだろう。そう思い込んでいた私はびっくりした。でも考えてみれば、日本はキリスト教よりも神道や仏教が多い国。相手の宗教に合わせて服装を整えるのは当たり前だよね。そう思っていたら、私は普段でも着物を着て楽しんでるよ。どしおりが言ったので、もっと驚いたの。え？でも私たちキリスト教徒じゃない？そうよ、キリスト教徒よ。私は着物が好きなクリスチャンよ。着物と宗教は全く関係ないと思っているの。特に私の場合はファッションの一環として着物を着ているし、それに洋服を着ているからダメ、民族衣装を着ているからダメなんてイエス様は言わないと思っているわ。確かにそうだ。着物を着てはいけないなんてルールはない。その後しおりは写真を見せてくれた。それはクリスマスツリーと一緒に写っているしおりの姿だった。赤いバラのような花がいっぱいに広がっているデザインの着物を着ていた。私はこの花を知っている。かわいい。すごくかわいいわ。しおり、これは椿よね。サラはこの花を知っているの？もちろんよ。ココシャネルが愛した花よね。素敵だわ。ありがとう。褒めてくれて嬉しいわ。着物にはいろんな花のデザインがあるから、サラが気に入る着物がたくさんあるかもしれないわね。そういえばナナミはしおりと違う花の着物を着ていたわ。着物の柄って何か意味があったような気がするんだけど、しおりに聞くと、日本には季節折々の色があり、古くから季節の移り変わりを生地に反映させた着物がたくさんあるらしい。日本の伝統的な色、和色を使い、一枚の大きな生地に重ね合わせて作られて、完成された着物は一つの物語のように描かれていると。季節の花は様々な種類があるけれど、
定番としては春は桜、夏はアジサイ、朝顔、なでしこ、秋は菊、もみじ、イチョウ、冬は梅、椿が定番らしいわ。だからしおりは冬のクリスマスに椿を選んだのね。他にも季節以外に伝統的なものや幾何学模様や自然を題材にしたもの、松竹梅や鳳凰といった縁起物をあしらったものなどがあるみたい。模様にはそれぞれ意味があって、結婚式で好んで使われる鶴は夫婦円満の象徴とされる、桜は五穀豊穣を、扇は明るい未来を表す。着物にはこんなにたくさんの意味が含まれていたなんて。日本文化ってすごく奥ゆかしくて素敵だわ。聞いていてなんだかワクワクしてきたの。そんな私に気がついたしおりは、いろんな柄の着物の写真を見せてくれた。感性と美意識が織りなす色彩がとっても素晴らしかったわ。でもその中には意外な柄の着物があったの。それは近年海外で戦争柄の日本の着物が投稿されたという記事の中にあった写真。戦争柄は戦争の情景をモチーフにした柄のことで、戦艦や戦闘機、戦場などが描かれていたわ。これは日清戦争期の1894年から第二次世界大戦期1942年までの約50年間日本で作られていたそうよ。その記事ではプロパガンダ着物と紹介されていたけど、実際は政府からの指示ではなく大衆の間で流行った着物の一つだったらしいわ。これを見た日本人のしおりは複雑な顔をしていたけれど、当時の戦争柄は縁起が良いものと認識されていて、子供が着ることが多かったみたい。海外のコメントでは美しい、魅力的と芸術作品の一つとして捉えられていて、戦争は忘れてはいけない、隠してもいけない、だから保存されているのは良いことだと思うというコメントもあったわ。確かにそうだけど、クリスチャンの私たちは何と言っていいかわからなくなってしまっていた。沈黙の中で何かを思い出したしおり。そうだ、今のサラに一番見てほしい着物があるんだ。今の私に？どんな着物なんだろう。そう思ってしおりのスマホを覗いた。するとそこには信じられないものが映っていたの。これは。私は言葉を失った。カトリック教会の中のはずなのに、日本人女性が着物を着ている姿が映っている。しかもその女性が着ている着物の帯には聖母マリア様の姿が。オーマイガー！思わず叫んでしまったわ。驚く私にしおりは。当時多くの外国人にとって日本人とキリスト教という組み合わせ自体とても珍しかったらしく、驚きの声が多く上がったらしいわ。え、彼女はどうなったの？私は不安そうに聞いた。彼女はカトリック信者の間で美しすぎると反響を呼んだそうよ。それにね、日本の着物は立派な正装なのよ。普段着よりも敬意を払った服装でミサに来ているってことになるわよね。その瞬間、私の宗教観が一気に崩れ去ってしまったわ。一体私は何に遠慮して何に我慢していたのか。この時から今までの固定概念はなくなってしまった。その後の私は今まで以上に着物に興味を持ち、気になることはナナミとしおりに着物情報について聞くことが多くなった。着物のあでやかな色彩は伝統的な技法が使われており、大きく分けて2種類の技法があるってことも教えてもらったわ。一つは先に糸を染色してそれを使って織る技法で、織りの着物と呼ばれていて、西陣織や紡ぎがこれにあたるみたい。もう一つは白い糸で生地を織り
後で染色を行う技法で染めの着物と呼ばれているの。京友禅に代表される友禅や絞り染めがこれにあたる。知れば知るほど興味深くてもっと勉強したくなったわ。この前七海の家に行ったの。お母さんが着物好きでお下がりをもらっていると言っていたけど、綺麗な着物ばかりでとてもお下がりに見えなかった。七海の着物を見るといろんな種類があって、黒留め袖、色留め袖、振り袖、訪問着などがあった。目をキラキラさせている私に七海は説明してくれたわ。どの着物にも季節によって合わせ、一重、薄物という三種類があるんだって。生地には絹、木綿、麻、ウール、化学繊維などの素材が使われているらしく、一番上質なのが絹だそうよ。絹は繭から引き出した糸でできていて、眉が育つのに時間がかかるため非常に高価だとか。七海の一番お気に入りの着物は 100% 絹で作られた正絹の生地の着物。触らせてもらうとどの着物よりも柔らかく光沢も美しかったわ。いいこと思いついた。ねえ、私の着物を貸してあげるから今度また一緒に浅草へ出かけない？今度はサラのお友達のしおりも誘いましょうよ。すごく嬉しかった。でもちょっと不安なこともあった。すごく嬉しいわ、いいアイデアね。でも私着物は一度も着たことがないし、髪だって結ったことがないのよ。大丈夫よ、サラの着付けは私に任せて。髪は簡単にヘアアレンジできる方法があるから時間はかからないわ。なんて頼もしい友人なんだろう。その後しおりに連絡してみたら、楽しみにしてるわと嬉しそうな返事が返ってきた。まさか日本で私が着物を着る日が来るなんて思ってもみなかった。しかも日本人の友人と歴史のあるお寺で着物を着て歩くなんて。そう思うと嬉しいという感情が湧き上がり、ああこれが幸せということなんだなと実感した。本当に日本に来てよかったと改めて思ったの。そして日本の女性は全然保守的じゃなかった。自分のやりたいことをちゃんと主張ができる女性たちだった。国が違うから生活も価値観も違う、ただそれだけのこと。大和なでしこという言葉は一歩引いて男性を立てられるような女性のことを言うんだと思っていたけど、実は優美で知的、真の強さを兼ね備えた女性という意味も含まれているらしいわ。私もそんな女性になりたいと思った。そして私を着物好きの道へ導いてくれた親切なななみ、あなたは本当にいいお母さんになれると思うわ。海外の反応。日本文化と聖母マリア、この2つが結びつくなんて想像してなかった。日本にもマリア様を愛する人がいるなんて感動した。伝統というのは常に美しいということがわかるわね。カトリックの信仰は人種や言語に関係なく広まってますよ。帯にまで信仰を反映させた日本人女性を祝福します。女性が時間をかけてあの衣装を着ること自体がすごく特別なことだと感じるんだよね。それにしても美しい。敬虔な日本人キリスト教徒が日曜日のミサのために最高の服を着た。僕はそんな風に見えたけど。まとめ。教会で撮影された一枚の日本人女性の写真。そこには日本文化とキリスト教が融合した美しいマリア様の姿が映し出されていました。その姿を見た人たちは素晴らしいと感動のコメントを残したそう。日本にキリスト教が伝わったのは1549年にイエズス会のフランシスコ・ザビエルによる布教が最初だと言われています。日本は神道や仏教の国でした。それに加え
豊臣秀吉によるバテレン追放令の発令や江戸幕府による禁教令などの影響もあり、現在に至るまでキリスト教が日本の主要な宗教の一つになることはありませんでした。日本のキリスト教信者は全体の 1% 前後だと言われています。そのことからも海外の人たちにとって日本人とキリスト教という組み合わせがとても珍しく映るようです。現在では今回登場したサラさんのように着物を着る外国人が増えてきているようです。これからは日常においても海外の人が気兼ねなく着物を着られるようになれば良いですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。